メナムカ流域メナム川事件は、17世紀に、シャムのメナム川川口で、長崎町都市寄りの高木作右衛門が派遣した、衆院選が焼き打ちにあった事件。襲撃者のドンファンで、アルカラーソ帝徳の中からアルカラソ事件とも呼ばれる。江戸幕府の海外交易政策にも影響を及ぼした。1622年、コルネリス・ライエル船率いる。 オランダイギリス連合艦隊がマカオを襲撃した。これを撃退したものの、再度の襲来を恐れたマカオのポルトガル人は、マニラのフィリピン総督に援兵を求めた。命を受けたドンフェルナンド・デ・シルバの船団が救援に、赴いたところ、ゴアからの来援もあって、援軍の必要もなくなったため、シルバは、シャムのメナム側に向かった。シルバの船団は同地に滞在していたが、 1624年、在留日本人とオランダ人との間に紛争が生じた。この時にシルバは、シャム国王のこの絵体に襲撃され、船員たちは捕らえられ、中には殺害された者もいた。1627年、オランダの艦隊が再び、マカオを封鎖した。ポルトガル人からの救援要請に応じて、マニラのフィリピン総督は、スペインの提督ドンファンで、 アルカラーソをマカオに送り込んだが、到着した時は、オランダ艦隊はすでに引き上げていた。そこで、翌1628年5月、アルカラソは、ドン・フェルナンド・デ・シルバの船が撃沈され、大人に押収された貨物が弁償されていないため、その復讐をすべしというフィリピン総督から与えられた訓令に基づき、艦隊を率いて、シャムに開港して、ここで数隻のシャム船を略奪した。 そして、その時にメナム川の河口に停泊していた高木作衛門の主院船も襲撃した。船は打破され、乗組員57人はマニラに連行された上、主院場も奪われた。この事件を知った平戸のオランダ小官庁内炎牢では、ポルトガルとスペインが同一の国王の下にいる一つの民族であると、長崎や平戸で懸念した。それを知った幕府は、 ポルトガルに責任を問い、この時マカオから長崎に来航していたポルトガル船5隻のうち3隻を抑留し取引を禁止した。ポルトガル人はスペイン人が海外で行ったことに自分たちは責任がないと訴えたが聞き入れられなかった。翌1629年、マニラのスペイン総督は監禁された日本人を日本に送り返すことにしたが、 彼らを乗せた中国のジャンク船は日本に到着しなかった。バタビアの総督がマカオのポルトガル人やマニラのスペイン人からの手紙で知らされたことによればジャンク船を警備するためと称して出版したスペイン船により船は撃沈され、それが日本に知られないよう全員会に沈められたということであった。1630年にポルトガル船は解放されたが、 翌1631年に日本の商人たちが再建の形にポルトガル戦の積み荷を差し押さえて債務の整理をマカオのポルトガル当局に要求した。この事件で将軍が発給した主因状が海外で素略に扱われたことを問題視した幕府は1631年に法書線制度を定めた。これまでは日本人が 海外に渡航して貿易するためには、異国と回収印状があればよかったが、今後は、老中発給の長崎奉行宛法書の過負も必要になった。長崎奉行に、衆印状を渡し、代わりに通行許可書を受け取って、それを傾向して、海外渡航することで、海外で、衆印状を奪われ、将軍の権威が既存されるような事態を防ぐことが、この制度の目的であった。 海外渡航の衆院状が発給されなくなったのは、この事件で、将軍の衆院状が、サムで侵害されたことが理由であると、1631年9月10日付、オランダ副施設、ムイゼル宛てのオランダ省官長、内縁堂で所管や、フランソワ・カロンによる1634年2月7日付、平戸オランダ省官の日記にも書かれている。なお、事件の被害者であはこれ以降は、 貿易から手を引き、幕府から高木への保障もなされていない。この頃、幕府は、会場の状況が不穏であること、公益者が渡航先で内戦に巻き込まれたり、キリシタンに関与したり、することを危惧して、主因状発行に消極的だったが、この事件を機に発給を見合わせることにした。しかし、当時の長崎奉行、竹中重吉は、日本戦。 日本人の出国を禁止すべきところ、貿易家に出国許可書を与えて、長崎港から出したこと1630年末、島原藩主の松倉重政と竹中が2隻の船をマニラへ派遣したが、そのうち1隻には宣教士密航を助けた疑いで、日本に抑留されていたポルトガル商人、ジェロニモデマセドを船長とし、 マカオから高木戦事件解決のために派遣された施設を竹中の使者という資格で乗船させたこと。同船は1631年1月にマニラにつき内密の商行為で利益を上げたことこの2隻が1631年度の出版シーズンにも竹中の出港許可書によって再度マニラに赴いたこと派遣した船が日本から持ち出した商品は戦略物資である 大量の小麦粉と大砲鋳造用のブロンズであったこと、現地では二人の宣教師が通訳を務め、1632年に帰港した際には四人の宣教師が乗船していたことなど、幕府の政策に違反することを多数行った。竹中と松倉による破線は宣教師の日本潜入基地であるという口実で、マニラを征服するための偵察だったと言われるが、実際には、 マニラで小取引をして帰っていった。竹中は1633年4月3日に職権乱用と貿易における不正行為のために長崎奉行を罷免された。その直後に長崎奉行は二人制となり、不正を防ぐための相互監視体制が取られるようになった。ありがとうございます。